こんにちは。この動画では甲状腺に疾患がある人は、感染症にかかりやすい、または感染症に感染してしまうと重症化しやすいということについて紹介をします。今全国的に流行している、新型コロナウイルスが、該当するんですけれども、この動画で紹介していることは、お医者さんが、新型コロナウイルスと甲状腺疾患のことについて、まとめていた記事がありまして、それを私なりにちょっと分かりやすく、まとめたことを動画でご紹介するので、ぜひね、私のように甲状腺がないわっていう人とか、あとバセドウ病ですとか、甲状腺機能低下症とかで治療をしている、および今感知しているよという人でもいいんですけれども、そういう方の参考になればとても嬉しいです。まず、調べたことなのでちょっと覚えられないんですね。なのでごめんなさい、メモを読みながら紹介していきます。甲状腺の疾患において、その疾患名に関係なく、その治療中は、免疫力が低下しやすい状態なんですね。で、免疫力が低下していると、その感染症に罹患する可能性っていうのが高くなるみたいなんですよ。でこれは、感染症っていうと、季節的なもので言えばアデノウイルスとかノロウイルスとか、またインフルエンザで、今全国的に流行している、新型コロナウイルスっていうのも該当するそうです。で、まず甲状腺機能低下症についてご紹介しますと、甲状腺機能低下症というと全体の免疫力が低下しているような症状が出てくると思うんですけれども、私も経験しているので、なんかこう生きるパワーがないと言いますか、生きることにおいて の、 その生命をこうつないでいくために、人間の体が必要としている運動機能が全てこうシャットダウンというか働いてない状態であるっていうような症状がいっぱい出てきたんですけれども、こういう症状が出ているにもかかわらず、その甲状腺機能低下症と免疫力低下を関係する医学的な証拠っていうのはないって言われているみたいなんですね。これちょっと意外ですよね。でも甲状腺機能低下症の場合は、新陳代謝の低下と、あと低体温といったその2つの免疫不全っていうのが存在します。で、そのため、正しい治療を行っていなかったり、治療の途中でホルモンの数値が安定していないという場合は、免疫不全であることが考えられるそうです。この状態で、新型コロナウイルスとか、他の感染症に感染してしまうと、重症化する恐れがあります。実際に私はさっきちょっとお話ししたように、甲状腺機能低下症で苦しんでいた時期がありまして、でこの時は、風邪をひきやすかったりとか、胃腸炎になったこともあって、でその時は、治りにくい印象を受けました。で、このことから、新型コロナウイルスに感染すると重症化する恐れがあるという結論に、納得ができます。はい。で続いて、甲状腺機能亢進症の場合ですね。猫が落ちた。甲状腺機能亢進症の場合なんですけれども、甲状腺機能低下症と同じように、正しい治療を行っていないと重症化する危険性があります。でこれも甲状腺ホルモンの数値が正常化していないことが原因の一つと言われています。で甲状腺機能低下症との違いは、その甲状腺クリーゼを引き起こす危険性があり、致死率が上がるそうです。で全身の臓器が過剰なホルモンに耐えられないことが、その原因の一つに挙げられます。で甲状腺機能亢進症を克服した人でも、その甲状腺機能亢進症の再発のリスクがあるそうなんですね。でそのため、自身の体調の変化をしっかりと観察して、感染症の予防を徹底するということが大事だと思います。で続いて甲状腺がんですね。私は甲状腺乳頭がんだったんですけれども、で私が今現在調べている段階では、新型コロナウイルスに感染した際の危険性というのが確認ができませんでした。で私は、甲状腺乳頭がんという診断で2018年の5月、今からちょうど2年前に、甲状腺を全摘出しているんですけれども、今現在ホルモン値も安定していまして、全然ね、普通の生活、手術をする前と同じような生活が送れるんですけれども、ただ未知のウイルスであり、もし私が感染した場合は前例のない患者になってしまうと思うんですよね。大げさなのかな、でも大げさに考えておかないと、やっぱ感染した時に、甲状腺がないことによって何かが起きてしまうかもしれないですよね。で、そういうやっぱりね、
人にあるものがない状態で、まあ、新型コロナウイルスに感染してしまうと、やっぱりその最悪な状況っていうのは、ね、予測しておかないといけないんじゃないかなと個人的には思っています。なので、まあ、甲状腺がないとか、あとは疾患がある人は、予防に力を入れて絶対に自分が感染しないように、気をつけていただきたいなと思います。そのためにもまずは外に出たら必ず手を洗う、外にいるときは必ずね顔を手で触らないですとか、まあ、その辺触った手で、物を食べないとか、そういうことを徹底していっていただけたらなと思います。で、まあ、私は今何をしているかと言いますと、ひたすら家にいます。買い物は、まあ、旦那に頼んで、まあ、自分は家で子供たちとぐたらしてます。なので今日もちょっと部屋着だし、化粧も全然してないし、で化粧をね YouTube のためにちょっとがっつりしようと思ったんですけど、化粧しちゃうとやっぱ外出たくなるんですよね。外出たくなっちゃうから、こう自分が外に出たい欲っていうのをどうにかこうにか抑えなきゃいけないってなった時に、家でできる楽しいことを探す、それはちょっと大変なんですけれども、今ね甲状腺に疾患があるとか、もしくは私のように甲状腺がないっていう人も、もしかしたらちょっと外で働いてるっていう人もいると思うんですね。で外で働いてるっていう人はやっぱりその感染のリスクっていうのが家にいる私たちよりもはるかにリスクは高いと思いますし、その不安感とか恐怖感っていうのはすごい拭えないものだと思うので、本当にね毎日その身を削りながらお仕事していただいて本当に感謝しかありません。今回の動画では、甲状腺の疾患がある人がもし感染症に罹患してしまったらどうなるのかということについて紹介したんですけれども、これはねやっぱりその疾患とか関係なく、まあ、今回のウイルスにおいては誰しもが重症化する可能性っていうのはあると思うんですね。なのでやっぱり自分自身を守ることでもそうですし、自分の周りの大事な友達とか家族を守るっていう点でも自分が予防を徹底する、あとはそのマスクをするとか、咳とかくしゃみは絶対抑えるとか、その手でどっか触らないとか、そういう予防とエチケットを徹底して、一人でも多くの感染者が減らせるようにまずは自分たちが、行動していくことがベストだと思います。今日の、動画で話したことは自分が書いているブログでもまとめているので、もしよかったら参考にしていただけたらと思います。で、私が、参考にした、ホームページ、お医者さんが書いているホームページも、ブログ内に、URL が貼ってあるので、そこで合わせて確認していただけたらスムーズだと思います。ちょっとねそのステイホームって言われてて結構ストレスが蓄積している人も多いと思うんですけれども、何か好きなこととか楽しいこととか見つけてちょっと今を乗り越えてまたね当たり前だった日常を取り戻していける努力をしていきましょう。はい、最後までご視聴していただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。